おはようございます。今日はですね、プレゼント企画というか募集ということなんですが、今ね、自分のグロムはですね、オーバーレーシングのセパレートハンドルキットっていうハンドルがついてるんですね。これはもともと授乳員スイーツワークスを松山にあるケーキ屋さんのオーナーさんから譲ってもらって、自分がまあ使ってたんですけど、まあ、ちょっとね、自分のね技量ではね、うまく扱えないですね。で、前はですね、この HRC グロムのね、後期型のグロムと同じハンドルだと思うんですけど、これを使ってたんですけど、まあちょっとこっちの方がね、自分の体型には合ってるし、運転しやすかったんですね。どうしてもちょっとハンドルがね、低くなってしまうんで、どうもハンドルが低いバイクは俺はうまく運転できないということがね、やっぱり分かったんで、こっちのハンドルにね、戻そうと思うんで、ちょっとこのオーバーレーシングのですね、ハンドルキットが欲しいという方をちょっと募集したいと思います。条件が一つありましてですね、転売しないこと、自分で使うという方のみ、募集をかけたいと思います。もともとこれ、そのジュニースイーツワークスさんのオーナーさんが乗ってた時に事故に遭われてですね、保険の関係でハンドルキットを新しく、して余ったやつを私がいただいたんですね。なんで、まあその事故車両についていたと。もちろんそのハンドルとしてダメージがあるかということはないんですね。全然私が1年近く使ってみて、特に問題もなかったんで、機能的には問題はないと思うんですけど、まあそういうのが気になる方もおられると思うんでね、そこを考慮していただいて、まあ募集をしていただけたらなと思います。後々のやり取りの関係上、募集をですね、まあツイッターでこの後情報をツイートしますんで、それにまあ、リツイートじゃないかな、返信リプか、リプっていうかなリプをしていただいて、欲しいですというふうに、言っていただけた方に、まあそれで募集ということにさせていただきたいと思います。で、別にね、チャンネル登録とかね、フォローとかしなくても全然構わないんで、単純にもらい手を募集しているということなんで、でもどうなんだろうね、やっとのやり取りとかはフォローしてなくても DM できるんでしたっけ。その辺の仕様はちょっとわからんですね。じゃあとりあえずそのツイッターだけフォローしていただいて、後のやり取りをね、楽にするために DM を開放していただいてフォローしていただくと、その方が多分後のやり取りがいいと思うんで、 YouTube の方、ツイッターやってないっていう方もおられると思うんですけど、 YouTube のね、あれではうまいことその住所とかをが個人情報をやり取りがすごい大変なので、まあ、できればツイッターの方で募集をしていただけたらなと思います。はい、商品はこちらになりますね。オーバーレーシングのセパレートハンドルキット、名前ちょっと忘れたんですけど、正式名称レーシングなんとかだっていう名前だったと思うんですけど、まあ、トップブリッジからね、交換するタイプのハンドルキットですね。ノーマルから違うところはですね、ここのボルトがですね、ちょっと黒森に変更されてます。あとここにですね、ちょっと見えづらいかな、見えますかね、ここにですね、ステーをかまして、メーター、これ油温計なんですけど、それを取り付けるステーを一つかましてます。左右どちらもありますね。ちょっとあっちは見えにくいですけど、これか、これですね。なので普通のそのオーバーレーシングのハンドルキットよりかは、ちょっとハンドルが高い状態になってます。で、それに合わせて、まあ、ここの黒森のボルトを交換してあるんで、まあ、ちょっと普通より、高めになってるのかな。まあ、変更点としては一応それぐらいですね。これランマウントのこれはつかないです。これ自分も使いたいんで申し訳ない、これはつきませんので、つくのは、ハンドルキットのみ。この USB 電源とかこの油温計っていうのはまだ自分も使うんで、つきません。このハンドルキットのみですね。グリップとか、は自分で、用意していただくということになると思いますね。というわけです。まあ、概要としてはそういう感じですね。オーバーレーシングのハンドルキット一つと、マウント、ステーマウントが両方に入ってるんで、ちょっと高めのハンドルにはなるんですけど、もうもちろんね、ハンドルステー抜いて低くするっていうこともできますんで、まあ、概要としてはまあそんな感じですかね。で、まあ傷とかはね、
申し訳ないですけどピカピカというわけじゃないんですけど、まあ、その辺も了承していただいて、で先ほど言ったようにですね、まあ転売しないということが約束できる方、まあ、事故車両についていたと、まあ、事故といってもそんな大きい事故ではないんですけど、まあ、それが了承できるという方のみ、まあ、ツイッターの方で、募集をしていただけたらなというふうに、思います。どうしようかな、期限今日は何日、明日日曜日、いや月曜日3日ぐらいあったら十分ですよね3日間、募集、月曜日のそうですね、夜9時ぐらいにしましょうか、もうちょっと遅い方が寝る前に自分が寝る前に確認するんで夜10時で、夜10時、23日ですね、23日の夜10時まで、募集しておりますんで、まあ、欲しいという方がいれば、その条件を飲んでいただいて欲しいという方がいればツイッターの方から募集をかけていただけたらなと思います、ね、いい人にもらっていただけると本当、ね、喜んで、ね、使っていただける人に、譲りたいんでね、まあ、ぜひどうしても欲しいという方金儲けじゃない方どうぞよろしければ募集かけていただけたらなと思います、ありがとうございました。